さんお疲れ様です。これ、自動車税の納付書がやってまいりました。私の場合は法人で自動車税の支払いすることになりますので、こっちの会社とこっちの会社、それぞれ封筒に入ってやってきたという形になります。でね、支払い金額は後でちょっとお示しするんですけども、こういうふうなペーパーが入ってましてね、なんかそのスマホ決済アプリで払ってくださいみたいなことが書いてあるんですよ。そこで、そこでですよ、 今回は、この自動車税、何とかして、少しでも得をして払いたいなっていう方のための動画になっております。こちらのペーパーの後ろでもね、推奨されてますけども、スマホアプリで決済する際は、この QR コードと電子バーコードが付いてるわけですよね。もちろん銀行振り込みとかクレジットカードって支払い方法もありますけども、目下ですね、クレジットカードで支払うと、 クレジットカードの決済、えー、手数料、ポイントが入るんですよね。ポイントが入るんだけども、クレジットカードを使うことによる手数料が上回ってしまうので、クレジットカード払いっていうのは実はね、マイナスになるんですよ。メリットとしては自宅で支払えるってことなんですけども、まあそうですね、一番メリットがないのは、銀行振込で、この振込用紙を持って、ね、銀行とかコンビニに行くことですかね。なんの、なんかバックもない上に、えー、手間がかかるってことですよね。 で私が一番いいなと思うのは、電子マネーで払うことです。そしてこちらの QR コードで払うことです。で、電子マネーは何を選択した方がいいかなってことなんですけども、いろいろこねくり回した結果、ペイペイではなく、楽天ペイで払うと一番得だなってことです。だいたい30万円の税金の支払いに対して、えぇ、ー、7500円バック。まセ、あ、2.5%が、まあ最大でね、受け取れるってことになります。これがね、もう限界ギリギリです。 これ以上得する方法は今のところ見つかってないんですよね。まあ何かあるのかもしれませんけども、まじく何かね、見つかりましたらまた共有したいなと思います。はい。それでね、えー、私のこの税金どのくらいなんだってことなんですけど、まずはね、えー、トランザム。トランザムはもうすでに40年前の車なんで一番高いです。えー、ここに書いてますね。10万1200円でございます。これが一番高いと、トランザム。 その次が、えっ、ー、と、ベルファイヤーですけども、ベルファイヤーも13年は超えてるのかなと思いますね。で、えっ、ー、と、排気量などの関係で一番柔らかいです。66,700円でございますね。はい。で、次。よくなるセリ賞です。セリ賞も13年超えております。で、排気量もまあまああるんでね。87,900円と書いてますね。まあ、つまり、8万、6万、10万ということで、 だいたい二十数万円ですか二十五万でお釣りが来るような感じでございます。あと軽自動車もありますけどもね。あとバイクもありますね。<laughs> まあ、だいたいこの時期には、ドカーンとお金が出ていくっていう算段でございます。まあ、しょうがないですね。でも、なんとかね、これを払いながら、そして来月は駐車場の払いもあるんですよ。うん。自宅にも車止めてますけども、駐車場も借りないとね、 とてもこの台数は賄いませんので駐車場代も来るんですよ人生は一回ですからお金で済むことだったら何とかね自分の望んでる人生解決していきたいかなと思いますこれからもしっかりと稼いでいきたいと思いますそれではまたいってらっしゃい